めちゃくちゃアニモリの柱稽古開始。鬼滅の刃柱稽古編第3話の反応集&感想どうぞ。今日から稽古始まるね。初っ端から地獄絵図。海兵隊かな。これで最初の稽古。まるで古い時代の体育会系みたいなスパルタ。天元様スパルタですな。天元様生き生きしてる。スパルタ坂泉さん楽しそう。無限城突入するとシリアスシーンの連続だから今のうちにコミカルを堪能するんや。あんなムキムキになるまで鍛えても鬼相手だとあっさり殺されてしまうんだな。割と後進指導が向いていらっしゃるのかもしれない。実際集団で走るときは声入れるのは効果ある。三夜森といった背景美術が当たり前のように綺麗なのすごい。天元様のお口から飛び出てるように見える手鏡画面。 G ガンダム大勝利希望の未来へレディゴ。まずは基本だ。基礎の重要性。天元さん生き生きしてるな。坂泉さんめっちゃ大事なこと言うとる。アイカツ、アイカツとつながった。大使ですらこんな顔してるのに涼しい顔でこれやってるあのアイドルたちなんなの。うずい天元のブートキャンプ。炭治郎の顔見て嬉しそうなのかっこいい。音柱と炭治郎の仲が良くて私も嬉しいよ。炭治郎も歓喜はまるシーン。このざまって言ってたけど眼帯に宝石つけてる時点で十分元気ですよね。五体満足だもんな炭治郎。坂泉さんの笑顔まぶし。楽しんでやがる。炭治郎だけレベルが違う。体力お化けすぎる。やはり化け物級のフィジカルである。基礎体力も化け物かよ。やっぱ上限と戦ってるだけあって同世代と基礎能力が違いすぎる。知らず知らずのうちに鍛えられてたんだなってわかるね。炭治郎ブンブンジャーに出るんすよ。しばらく入院してたから体を全力で動かせるのが嬉しいんだな。よしわらぶりでございます。スマさんかわいい。声がすごくかわいい。炭治郎すごい筋肉隆々になったね。奥様トリオ。死闘をくぐり抜けた戦友。でかすぎんだろ。どことは言わんが。女忍者は薄着で巨乳で顔が良いというジンクス。この岩特訓の邪魔になる。坂泉さんのしごきで嬉しそうな炭治郎の異常さよ。一人だけ稽古楽しそうで草。そりゃ上限と戦ってるわけだし別格ですわね。相撲部屋みたいになってきたな。宇髄さんのほどいたロン毛H。他の大使って呼吸の常駐できてるのかな。このモブ大使たちも全集中はできるんかいな。食べるのも稽古ですね。マジ食う力ってものを言うんだよな。死亡フラグ立てている大使。フラグ一般隊員やめて。なんか怖い雰囲気。鬼滅の刃でモブ同士が会話してるのはフラグなのよ。意識低い系の大使、鬼殺隊では少数派かな。討伐とか言われると開発と頭こんがらがるからやめてくれ。いたずらとはいえシャレにならん子はさ。一期の頃なら確実に死んでたパターン。最終決戦に向けてモブ大使たちを印象付けてきてますね。次なる上限は目玉親父かな。四の目ここで入れてきたか。忍び寄る四の目、毎週いろいろ匂わせてくるのいいよね。炭治郎だけ別格すぎんよ。フィジカルお化けすぎる定期。この辺りからもすでに炭治郎が他の大使よりはるかに強くなってるのがわかる。モブ大使のお顔が良くて集中できない。炭治郎の説明が相変わらずなんよ。感覚派から聞き取れる情報は少ないぞ。墨の字の体の傷見ればお察しやろがい。無意識で周囲を恐怖へ陥れる炭治郎。相変わらずドーンパパーンの擬音説明。ほんと上限との戦いは視線のその先にありますよね。まあくぐり抜けてきた修羅場が桁違いなのよ。ずっと目ががんぎまってるし、うんと体力が化け物すぎるし、他からしたら怖いだろうな。あ、イカケルさん。うずいさんはツンデレ。ナチュラルに頭ポンポンする天元様。十分潰れてますとは突っ込んではいけない。やっぱり天元の指導力すごい。柱になれる人はみんな心の底は優しい。そうか。ザルそば大食い競争。いつの間に大食い勝負になった。恒例のフードファイト。めっちゃ空気優さん。約束を守ろうとする炭治郎。親方様、
私そんなこと言った覚えないけど。上限の鬼との戦いでもあまり弱音を吐かない炭治郎が弱音を。義勇さんめっちゃそば食べるやん。柱は胃袋も超人なんですかね。体力とか技術面だけじゃなくて胃袋まで異次元なの面白い。さすがに義勇さん強い。義勇さん自ら打ち止めしちゃった。義勇さん優しい。そば作が検定合格。クールな追加注文。なんて不器用な義勇さん。富岡めっちゃ小食のイメージだったから以外。義勇さんもなんやかんやで痩せの大食いだよね。不器用だけど道を示してるな。義勇さんどこまでもクール。アイキャッチかわいい。そばだったからいいけど、これが二郎系だったら地獄だったな。ウェロダシ天元来た。うずいさんアイキャッチ。池天元からのずっとも。イグロとサネミ常にペアなの。仲良しすぎるサネミちゃんとイグロさん。この二人のコンビなんかいいよな。無限城の続きの話か。品津川さんとイグロさんの出番が原作より多い。無限城の CG すごくて感動。隠れ家というには無限城でかすぎませんかね。兄より多めだな、いい意味で。ほんと丁寧に作ってくれるわ。こんなに兄より見せてもらっちゃっていいんですかね。左手がうずく。イグロさんの手のひらを覗いちゃうかぶら丸かわいいね。震える片手を押さえる中二感。最終決戦の気配を感じ取っていらっしゃる。クライマックスの無限上編に向けて盛り上げてくるやつ。品津川さんとイグロさん本当に仲いいんだな。サネミとイグロさんが勝負を。風柱と蛇柱の対決か、超見たい。こんなお互いに火花散らしや好敵手みたいな関係だったっけ。なんでそうなるんだ。後片付けを手伝う余裕まである炭治郎。オネショとハーレム。こんな3人に囲まれたら狂うわ。玉露はビタミンやアミノ酸が豊富なんだっけ。玉露の緑茶は現代のマザイとも言われるエナジードリンクよりもカフェイン一杯なのである。あやたかの CM ではない。イノシシと黄色い髪って名前は覚えてもらえてないのね。二人の名前も覚えてあげて。そうだね、名乗ってないもんね。天元様、あれからうなされてたんだ。天元さんも出生えてくればいいのにね。ロリネズコちゃんかわいい。遊郭編ってもう2年も前なんだよな。メインの出番だった遊郭編より喋ってる嫁ちゃんたち。戦いたいけど戦えないからこそのこの稽古への力の入れ具合である。そうか、恩人だもんな、この子たちにとったら。受け継がれる思いがまた一つ。かなりの量で兄より放り込んでるけど違和感ないのすごい。お胸に囲まれ玉露の緑茶。山も森だおら。山、雲、頭が。山のすすめハードコア。忍者に本気で忍ばれたらほぼ見つけるのは不可能なのよ。そういや、うずいさんって元忍者だから夜で戦うの得意分野だもんな。炭治郎だけ特別メニューすぎる。まるで炭治郎にしか倒せないみたいな言い方するじゃん。炭治郎なら嗅覚で余裕だなとか思ってたらダメなんすか。背後うずい天元様よき。うずいさんに耳元でささやかれるとかどんなご褒美だ。天元様に耳元でささやかれるモブになりたい人生だった。炭治郎だけ特別課題なのかわいそうわら。片手なしで固めになっても好みのこなし。うずいさんは片手でも強いですな。天元様パートめちゃくちゃ膨らますな。片手なのにうずいさん強すぎである。固め片腕なくしててこの強さなら5体満足なら最終決戦でどれだけ頼もしかったろうに。うずいさん片手でも加減までならまだ倒せるんじゃねえのこれ。モブ大使は加減と戦ったことすらないからね。そりゃ炭治郎は次元が違う。うずいさん引退したのに強すぎる。うずいさんもともと両刀だから片手でも剣圧は変わらんのやな。まだここに至っても元柱で石腕になったうずい天元には勝てないくらいの力量差があるんだ。炭治郎の勇気が伝播していく。その暴走のようにボママテした。モブとは思えないいい答え出すじゃねえの、さすが大使。自分の部の中でできることを命の燃やし方が分かったって感じか。なるほど、彼ら一般大使たちも覚悟が決まりまくるわけだ。一般大使たちいい人たちじゃないか。モブ大使の丸坊主くん好きなフェチのお方多そう。この笑顔、余裕しか感じないが。
炭治郎だけめっちゃ優遇されてるやん。まあレベルが段違いやからね。他の大使たちも頑張れ。これか旧大使全員いなくなる流れか。柱稽古音柱編クリア。その井の中から誰か一人選んで連れていくんじゃないのか。ポケモン方式。笑顔で合流しみんなを笑顔にして去っていく炭治郎。マジ主人公。上半身裸のままいどうなの。しかし炭治郎ムッキムキだな。時藤無一郎来た。なるほど、こういうサーキット形式なんだ。よりよりトールの稽古ボコボコにしてくるし心もボコボコにされるよ。3回はし死んでる。共感性も慈悲もない無一郎くんの稽古を炭治郎はクリアできるのか。大塚さん、寺師、西山幸太郎くん。他の作品だとメイン張れるレベルの声優をモブで使うアニメ。大将こそこそ噂話きた。宇髄天元様の趣味は人を巡り。派手にのろけてきた宇髄さん。最高の巨乳の3人の妻たち。坂井髄さんと嫁たちが元気でよかった。まさか天元で1話終わるとは思わんかった。嫌いじゃないアニオリだけど。アニオリ多いよな。マーイグロとサネミは出番増やした方が良いと思ったけど。原作だとここって OVA で済むとこだからな。それ1クールかけてやるとかそりゃこうなるよ。富士としては数少ない有料コンテンツだからなるべく引き伸ばす予定。派手柱って柱引退はしょうがないとして普通に戦線にいた方が役に立つよな。嫁たちと子作りしなきゃならないから。うずいの妻たち仲良すぎだろ。普通の女なら互いに嫉妬とかうずいを独占したい欲とかで儀する。すっかりほとんどの柱に可愛がられる存在になったな炭治郎。他の柱って加減の鬼を倒しただけでなってるんなら炭治郎の実績でもう柱になっててもおかしくないよな。ちゃんと隊員にも気概がある描写があってよかった。よく自分の能力を分かってる。俺だったら嫉妬でやめちゃうね。大使って狭き門の選抜試験通ってきたのに今更の基礎練で下手ってるのか。第一段階で進めてない人を見て言ってるの。こんなに腹筋割れてる体でもきついのか。一般人に比べたらめちゃくちゃ強いだろうにな。一般モブ大使って男しかいないんだな。言われてみれば隠れとイムハン以外の一般モブ大使って全員男だな。まあ作者さんも女だし男の方がいろいろ書きやすかったんだろうとは思う。一応雲山の戦いで女大使はいたよ。すぐに退場したけど。鬼滅の刃柱稽古編第3話視聴させていただきました。今回から柱稽古編が本格始動しましたけど、初っ端からなんと引退した音柱で1話使うという贅沢ぶり。原作では1ページぐらいしかなかった音柱稽古をここまで膨らませるとは正直予想外でした。キービジュアルには映ってすらいなかったのに、ここでうずいメインならこのキービジュにも入れてほしかったよ。前引退したから入れてないんだろうけど。音柱特訓パート以外の品津川とイグロ、一般大使についていく4の鬼とかも兄より、富岡と炭治郎の無限そば大食い対決編の決着とかも兄よりなので、今回の話はもう全編兄よりと言ってもいいぐらいの凄まじい兄より回でした。これはどうなんでしょう。私はもう原作で読んでるからめちゃくちゃ新鮮味がありましたけど。原作勢でも早く無限城行けよって言ってる人がいたり、これならまたしてでも無限城編とセットでやるべきだったとかっていう人もいたり、いやでもこの回で本当の遊郭編完結と言ってもいいぐらいの再現度が高い兄よりと私は思いましたけどね。何よりうずいだけじゃなく3人の嫁さんも掘り下げて出番が多かったのが良かったし、うずいが夜うなされてるってのもやっぱり柱を引退せざるを得ないことが悔しかったっていうのを知れて良かったです。まあなんか一人だけ引退して奥さんたちとよろしくやってるって印象がちょっとあったからな。しかしあれですね、腐っても元柱、片腕片目失ってもそこら辺の大使じゃ相手にならないし、あざなしだけど炭治郎でもまだ歯が立たないのか。そういうとこ見るとやっぱり柱って次元が違うってのが見て取れますね。そしてモブ一般大使の掘り下げも一人一人こいつらにもドラマがあって矜持があるってのも良かったんですけど、なんかこの後のことを思うとこれが前振りにしか見えなくて仕方がない。特にこの挑発大使がもう、あと原作ではそんなに絡みがなかった印象の品津川とイグロがやたら一緒にいる描写が多いですね。これあれか、品津川かけるイグロという一つの組み合わせでさらに人気を高めようとしてるのか。あざといなおい。てかここまでやってくれるならどうせなら二人の対決も見てみたかったよ。実際どっちが強いんでしょうな。
ということで次回は多分刀鍛冶の里編以来の無一郎くんメイン回。このまま柱一人に1話ならかなり贅沢な使い方ですが、以上最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。